暑いですけども毎日が今もう完全夏真っ盛りですけども暑いですね子供たちはもう全然元気ですねやっぱりもう先週もいましたけど、まあ、子供は別にもう暑かろうが寒かろうがそうですね走り回ってますよびしょびしょなりながらじゃないですけどスーパーでですよ一風さん、うん、<laughs> 最近 <laughs> 喋ってからスーパーっていうワードが出るようになってるよね。<laughs> ね別に最初から言ってもいいんですけど、そこはちょっとね。真っ暗的なあれなんですけどね。はい、あ,あのー、まあ、な子供がやっぱりもうちょっと一人だったんですけども、うん、元気なんですよね？もう。 キャ,ッキャッキャッキャしながら、はい、やっぱりちょっとピョン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 しながら、うん、回転もしながらですよ回転回転もその場でピョンピョンってジャンプしながらまた回転しながら本当とにもうエネルギーが有り余ってるよねすごいですよね本当にこの時も男の子で、うん、34歳かなぐらいのもうまだちっちゃい幼い子だった一番暴れる時期やし <laughs> そうなんですよで 近くにお父さんもいてですねお父さんも仕事帰りですねもう完全にカゴ持ってスマホを見ながら多分何か頼まれたんですよね買い物を仕事の帰りにお名前迎えて買い物を頼まれてきてちょっと肉コーナーでちょっとスマホ見ながらどれかなみたいなのをちょっとやりながら後ろで子がもがピョン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 しながらキャッキャパパパパとか言いながらパパはもう無視 もう基本的にちょっと待って4がないとそうそうですねとけばパーパンって言うだけだったらもうほとんど虫視、うん。何って言ってないからね <laughs> そうなんですよでなんか近くにあるその段ボールがたまに積み重なってるじゃないですかなんか補充用のかなわ<あ>かんないですけどはいはいか今から棚にね補充するための棚の箱ねそうなんです、うん、もうなんかソースなのかわかんないですけどん何かわかんないですけどまたちょっとねソフト蹴り入れて蹴り入れて。<laughs> <laughs> <laughs> 知らんふりしてるからね <laughs> <う>いい呼ぶためにソフそう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 なんですちょっとこう張り手じゃないですけどバンバシバシとかやりながらもまたパーパーってちぶるカチャカチャしながらなんかいながら「まだ?」とかなんか言ってるんですよあ<ー>で「パーパーあのさんうほんとさバーパ,パー」って。 忘れたっつって出た出た <laughs> そうなんですよ <laughs> 久しぶりに聞いたなと思ってでまたピョン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 一番最高のパターンです, <laughs> んです読んでから忘れたってうそうなんですよ忘れてもっとピョンピョンしながらまた即座にパパパパ思い出したーっつって、はい、はいでおしっこ おししっこててきてい,いみたいな話になりよっるんですよこれ,忘れることかこれ <laughs> ピョンピョンして、はい、そこでまたもうパワパワやっと「ああ行っていいよトイレ行って分かる場所は」とか言って「一<ー>人でできるか?」とか言って「うん」うん、ってなんか返事も曖昧にスバーって走っていけたんですよ子ど、うん、もめっちゃ元気だな本当にとか思いながら、はいうん、でまたこの場所とは別の場所になったんですけど、はい、まあこのお父さんとちょっと俺が。 ちょっと買い物ソロのがだいたい似てた感じだったんですけど、動線が似てるっていうね。そうそうなんですね。はいはい。クリスくるとまた子供が走ってきちゃったんですよ。あ,あさっきのだっつって、うん、パパーっつってパパーってやったきたー、しっこやってきたーとか言って、ちゃんと報告もする。<laughs> そうそうですね。ああよかったさよかったさーっつって、たこうキャッキャッキャッキャ,ッキャッしながらまたビャーンとかやりながら、パパーとか言ってるんですけど、うん、あれと思って、なんかあれと思って。え 変だなと思ったらな子供はあはズボンなんですけどあのネズミ色というかグレーの灰色のやつ、はい、スウェットっぽいの着てたんですけどもうびっしょ濡れなんですよもう完全に<ー>もう色が完全に違ってて <laughs> 灰色だったら余計目立つからね。そううなんですよ<ー>もう もう片方から見たらこんな色なんかなぐらいもうびっしょぬれなんですよ、こいつ、漏らしてるぜ、ね、と思って、完全にやりやがったな、やってるなと思って、間違いなくもう漏れてると、うん、で子供ってよくなんかあのパンツとか股間とか、引っ張り引っ張りするじゃないですか、はいはい、なんか,かで、で突っ込んでね、そうそう、突っ込んだり、もう外からこうなってやったり、<ー>デイジー引っ張、チャー引っ張りなんですよ、もう濡れてるんですよ、もう完全に。<ー> <laughs> お父さんは気づかないんですよ全然ちゃんと見てないのかなまだちゃんと見てないの<ー>よかったねっつって、まあ、買い物をやってるんでで <laughs> 子供 <laughs>、まあ、元気だしも持って帰ってもらって時間の問題ですよそうなんですよ時間の問題ですこれはでまたこうパ,ッパン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 っつってなんか戻ってくるとか分かるんないですけど、うん、見たのか分かんないですけどスイカ食べたいスイカ買ってって言うんですよ、うん、スイカを食べきれるかみたいな話やってて「うん、うん、食べる食べる」っつって。 じゃあもう取ってきて「もう大丈夫だろ?」っつって「うん」っつってバンって走っていけたんですまだちゃんと見てないんで全然見てないんですよスイカ取りに行きましたでまたちょっと別のとこ移動してしばらくしてまた子がもが戻ってきて「パパ!」っつってカゴにバンって入れよったんですよスイカしつってか変だなと思ったんですけど父ちゃんも確認したら「あれお前これお前スイカは?」っつって「バナナでよバナナ」っつって。 バナナなんか袋詰めされてるの2袋ぐらいかななんかはい、はい、バーンって入れて「うん、お前あれバナナが食べたいのか?」っつって「もうスイカが食べたい」っつって「あ<げ>これバナナだよ」っつって「どうするんじゃんもうこれ返してこい」っつって「うん、なんかスイカ取ってこい」っつって、うん、俺もうずっと見てるから子供、うん、えっ、ー、歯越せよや返さんけ」とか思いかながら <laughs> <laughs> 最初「スイカ取ってこい」って言う時も「えっ、ー、音これやばいよこれ,ちれ」ちゃんと見ねえちゃんと見ねえこれ死以外の手で<う>触っとんのやっていう。<laughs> あな <laughs> 返してくるわとか思って「いいお父さんこれはもうそのまま買ってあげたらいいよちゃんと見れよ <laughs> お父」でまた子供はバラ取ってまた返しに行ったんですよなんかで戻ってきてで今度はちゃんとスイカをもうおっきいやつをなんで間違うんだ <laughs> 大きいの持ってきてああ「はこおさよ」とか思いながら俺はもう「しょうがないか」と思って「お <laughs> <laughs> これもう,もうしょうがないと思ってお父さんこれバ,バーンって入れてああで子供はまた「パパまだもういい帰りたい」とか言って帰りたいだろうね。でパパは「パパでお前がこっち買い物行きたい」って言うから「お前連れてきてるのに」みたいな「車にいないで」みたいな感じになってああ。ああ 借りて気持ち悪いとかはいだんだんヒント出し始めてるよそうなんですよ何か気持ち悪いかとか言いながらで父さんまた大体一通り多分終わったんでしょうね惣菜ぐらいのコーナーだったんですけどまだ気づかんかもうその気持ち悪いとか何とか言って変なクネクネしてるから見よったんですよもう父ちゃんは。 <laughs> 気づいて<う>あれお前これ濡れてるけどお前トイレ行ったかつって<い>つってシッコワって言っておーおー変な曖昧な演じしちゃう自分 <laughs> て子供がうまくいってないな全然うまくいってないなれ漏れたのかー<う>ちゃんとやったかーってってなんかこれつってって、うん、分からんって <laughs> <laughs> いやーがわからん誰が分かるかやこれや <laughs> も,うもう父ちゃんはもう諦めてあもうこれはもうダメだとああもうやってしまう「お前これあれか漏らしたってか」とか言って「ああもうしょうがない」っつってもう籠置いてああうんちょっと邪魔ならんところを置いてもう手引っ張ってもう出ていったっていうねもう子供の話だったんですけどああお父さんと <laughs> とうとう <laughs> いやこれは時間の問題ですよそれはバレるのは <laughs> そうですねああもうびっしょぬだったんで片っぽが。<laughs> 父ちゃんも,も手つないじゃったんであーあーもう2人とももうアウトですねもう一応この<ー> <laughs> もうその後のバナナとかはもう僕は分かんないですけど、うん、もうちゃんと返したのかもうちょっと濡れちゃってね、まあ、手は濡れてはいなかったっていうふうにそうですねそこなんですよ<ー>信じたいんですよ一応は絶対甘くまで吹いてるよ <laughs> のズボンを含め <laughs> そうなんですよ、うん、だからもういっぱいいっぱいしてるから <laughs> 気持ち悪いから多分 <laughs> もう言ってるんで本人も <laughs> 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 でもデイジニコニコしてたんですよいや子供ってすげえななんか <laughs> 俺多分ねあれだね <laughs> もし俺が子供だったら俺はもう多分ねこれぐらいの年齢だったら泣いてるはずだな <laughs> あそうなんですよ泣いてるかも アファーしてる、もう近づきもしないとそう、そうそう,そうそう、そう怒られるから。怒られるから、もうなんかもう。<laughs> 死刑を待つ人みたいな感じ、ずっと待ってると思うんですよ。残 <laughs> そ,そのテンションでいけたな。<laughs> 俺は ああ今時なんかやっぱそんななんでしょうねもうみんな明るいというかあんま怒られる感じもしないあ時代も時代だからな昔は<う>言わんからな言わないですよっぽどよっぽどたまに見はするんですけどめったにいないです本当にそんな人っていう親がねああだから <laughs> まあ元気元気があるからいいかなとは思ったんですけどあんまくマさまっちゃってしまってるんで, <laughs> であ,のあれよねこういう時ってやっぱりお父さんよねお母が怖いあ,あ多分 そうですすよね本当にごい俺もたまに見かけるけどなんかこのぐずって全然この移動しないわらばとか大型ショッピングセンターのねこの通路とか泣いてから「あれ買おう」とか言うて全然言うこと聞かないのもおか手引いてからちょっと浮いてるからね浮きながら引っ張ってるからねマジで「早くわ!」もう体も変なバランス取れないな バが確かに確かにそうですねこういうんってね <laughs> 確かに本当にもうあれはお父さんではじゃどうしようもなかったんでしょうねあれはほんと危害はもしかしたら車にはあったとは思うんですけど多分保育園帰りかなんかだと思うんで圧倒的にやっぱりあれが違いますよねこのなんていうのかな。 世間でこのみんながいるところで、公共の場とかで。わらばが泣いた時のお父さんとお母さんの違いってやっぱありますよね。お父はやっぱりどっちかって、ちょっとやっぱ世間体をよ。確<か>にまだちょっと気にするから。そうですね。待って、し。せめて声だっけ。し、もう、うるせ、黙っとけっって。大きい声出さんよう、ね、に言うけども、はい、もう、か、関係ない。わらばよりでかい声で中ゅうすから。<laughs> 頭さいででしょう。なだなだみんなにいい声、この大声ですか、お前、ほら。 お前の方がでかいよやってい。本当に言うんですよね。上、上から来ます。よねあんまりだ。お母さんの方が強いですね。やっぱりね。ね世間体も、まあ、減った、これも。あの、なんて言うんですか。あの、お母さん、もう丸虫か、どっちかの場合もあるじゃないですか。ああ。 まあまあまあ,まあでも全然効かない全然効かない,い,い大泣きしても全然お母さんもスタスタ歩いてるしでも周りのおばあターもいるじゃないですかこういうふうに別の他人のおばあターがちょっと気にしながらねあんた大丈夫ねってういうこれはお母はこれまたこれあんた大丈夫ねってやったら余計品するってもこいつの作戦って分かってるからそうおぶしするっていうこいつまた何かやったら余計余計やっけになるっていう。 もうすごいですよねお母さんのがやっぱ強いですよね俺らも我慢できないです子供の泣き絶対見てしまうしあたふたするんで俺も多りな動揺するいなそうなんです大丈夫かなとかなんかやってしまうんでどうしてもな強いっすね母親はほんとですねさあじゃあやりましょうかはいヒ e プ p k e y j a のダールバーつまみをください このコーナーはリスナーが日頃気になっていることや世の中に物申したいことをヒープとケイジャージの二人に聞いてみたいことをつまみにおしゃべりします。ということで、はい、それでは早速回していきましょう。は,いはあ、八。お、はいはい、えー。ヒープさん、ケイジャージさん、こんばんは。京都市の静かです。はい、なさす。今住んでいるところはベランダがちょっと広くて、調子に乗って、いろんなものを育てているんです。うん、今のエースは。 そそろそろ花が咲き始めたズッキーニと金ゴマ最近沖縄からやってきたコーヒーの苗も元気です、えー、でもここしばらくベランダに出ると妙に蜂がいてあんまりにいるからその辺の家に巣でもあんのかと思っていたら見てしまったんです、うん、その辺じゃなくうちの網戸に小さいんですが絵に描いたような蜂の巣が。 足長鉢で刺してはきませんが、放置するわけにもいかず、一人暮らしの悲しさで、誰も助けてはくれないので、すぐにスプレーと虫取り網を買い、スムーズに退治。虫なんか大嫌いで、虫取りさえしたこともないのに、まさか蜂の巣を退治する日が来るとは。お二人は蜂と戦ったことありますか？いや、久しぶりに聞きましたね。足長鉢ありますよ。足長って言ってましたよね。なんか、ちっちゃい時、うん、もうそればっかりだった気がするな。なんかや、この昔の家の。 門のところに木があって、はい、そのもうまさにひっちり車が出入りして人が出入りするところですよ。はい、門の木に蜂の巣間あっていや一番やっいなところですねそれにいくつぐらいかな小学校、はい、上がってたかな上がってなかったかなぐらいの時に、はい、この蜂の巣に石、はい、バーン投げてはい、はい、走って逃げたら本当に漫画みたいにブーって追いかけてきて、はい、蜂にかなわないんですよ全然スピードに。 まあそうですよね。何箇所も刺されてないて。はい。わかります。ネタにやりましたねこの。あのハ追っかけてきますよね。俺もあったんす。全く同じ。俺も石投げて、し棒って見てたこっち来るって言って、ヒンけえっつって見て。て。でしばらくして後ろ見てと、まだついてくるから。うわやばいと思って、全力で逃げましたね一応本当に。 確かにあれやばいっすね。よく退治できましたねでも本当にこれ。でじったよなあそうするとシナ貼れるし。マジでミツバチとはちょっとレベルが違うんですよね。ああ。あれ危険ですよマジで。気をつけましょう。はい続きまして。昔の人の知恵はい、えー、顎の面積お兄さん。はい子供の頃夏休みに離島に住んでいたおじいおばあの家へ遊びに行った時夕方になるとおばあが扇風機を片手に持ち。 おならををしししてては扇風機を振り回していましたそこでおばあに「ねえ何してんの?」って聞いたら「ガジャン殺している」と言われましたその卓越した知恵と体質にびっくりしました昔の人ってすごいですよねいやいやこれや おばあのおならどんな成分になってるかやこれでガジャン落ちたらめっちゃ有毒なやつが出てるよやるそっちのそういうことなんですねなるほど <laughs> なんでおばあのオーナーでガジャンが落ちるばやガジャン多くなってきたらピレトリンと同じ成分ってことのや <laughs> 確かに一ページやせじゃないよや,もおバやってましたもんねあのおばあじゃないよや <laughs> <laughs> いやすげえなガジャンを食らったらそろそろじゃあ一発かますかっつっておならやって <laughs> 扇風機でなんかこう拡散してこんなしやって本当に顔落ちてな <laughs> その先にいるちょっとおじいも元気なくなってくる <laughs> お前気分悪いよさ <laughs> ピレトリンやしもう言うと庭の庭の犬死んでな,んな <laughs> どんなおならやねんはいじゃ続きまして。 苦手を克服。はい、ええー、トモブさん、はい、よさそ先日、お客さんからの差し入れでトマトジュースをもらったんだけど、実は俺、トマトは大好きだけど、トマトジュースは苦手だっけ。ヤシが基本的にもらった差し入れはすぐ飲むし、すぐ食べる。俺、冷たいし、大丈夫かとごくり。あ、いける。行けた。多分克服したはず。次はナーベーラー克服したいな。ひーぶさんは苦手な食べ物はないけど、ケイジャーさんありますか？うん、なんかあります。苦手なやつ。 僕も苦手なもんってあんまないんですよね、うん、なんかほんなんだろうな目かぶかな目かぶ目かぶぬるぬる系ってことぬるぬる系大丈夫なんですよ他のやつを初めて一応なんか俺あのー、飯作る時に自炊症ってなった時に、うん、簡単で栄養があるのをちょっといろいろ探してたんですよあんまり買いも洗わないうん、うん、最小限でそうなんですよ、うん でいいろいろ豆腐とか丼にのっけてみたいなその中で一回メカブみたいのもはい、はい、みんながおいしいおいしいかどんなもんかなみたいなうん、うん、全然おいしくなかったっていうそう今思い出しましたなんかあそう別にあれそんな特徴のある味しないんじゃない、うん、なんか食べ方かな,なもしくはなんかなんていうんですかね悪かったかなと思ってやり方がっていいい食い方があれば多分できると思うんですけどそんなにあのなんていうのかな 続かなかったというかせっかく買ったんですけどあ,あ,あ、じゃあもう多分メカボかなと思うんですけどメカボメカボなんでヌルヌルは全然大丈夫なんですよなんかこここれじゃメカボってあ,あそうですそうですなんかパックで売ってたんですけど食べ方かなと思うんですけどツムニみたいなもんじゃないのあそ,そうなんですよ食感はなんかそんな別になんですけどそんなには大丈夫全然大丈夫なんですよツムニはじゃあ別になんかなと思うんですけどんでもなん。

疲れて帰宅した時に出てきたらかっこ食べたらとっても癒されるおうちご飯はえは私は固めに炊いたほかほか白米あ白飯にシーチキンをのせて醤油かけて混ぜたツナご飯ですね幸せです桂條、うん、さんさば関係ですかヒープさんはなんだろうな家疲れた時になんかでもたくさん汗かいて今の時期で<ー>美味しいのはやっぱり塩気のあるもんなんですけどあそうだね 例えばお茶漬けとかちょっと塩味が強い場合があるんですよお茶漬けでも、うん、ああいうのを食うと汗かいた後にうわおいしいってはなりますね,ですね一応塩けおいしいんですけど、はい、あの僕帰ってきて夕ご飯っていうのは食べないんですよあそそそうううかなんか言ってました、ね、そうそうだからいつもまあお酒飲んでつまみっていう形で、まあ、お腹空すいたつまみたくさん食べたりしますけど、はい、あれもこれもっつって。うん うんまあまあ贅いたくいとやっぱ刺身とかになりますけどあのねあれがあるキけよイカの、はい、なんだつまみみたいのがあるキけよ塩辛とかじゃなくてですかじゃないじゃないな沖縄のよ南部の方にうそうイチャイチャイイチャイチャャっていうこのプラスチックの容器ごはね入ってる、はい、イカをなんか揚げたみたいなやつがあって。 揚げたやつ。これが死にうまいわけよ。あ、そうなんですか。な、んかお菓子系に今。ん、じゃねえじゃねもう完全につまみ。あ、へえ。イカを揚げ揚げてるんだな、多分な。はいはいはい。イチャイチャ。これめっちゃめんな。見あれつまみ最強だよ。あ、そうなん全然止まらんマジで。え。あれいいですね。かわいいっすね。確かに美味しいっす。なかうまいな。またこういうイカも美味しいですけど、あの。 白いイカを、この薄く切って、ちょっとあの、ピタってくっつくぐらいのやつ。はいね、あれもう,うまいね。い美味しいっすね。いいぐらいの太さ。とロっとしてるやつな。はいはい。ありますね。確かに、イカ最強っすね、はいイ。イライラしたんです。最近、ごめんなさい。イカで。なんで。僕、あの、草刈りもシーズン入ってるんですけど。はい、家の毎回、あれなんですよね。ゴミが捨てられてるんですよ。 <laughs> お前屋敷ね。ま屋敷ないでよな。何 <laughs> がお前の屋敷ないゴミ品なげてるば、まあまあ。ペットボトルとか缶といいで今回もモラルよ痛みの瓶がね。 イカの塩辛の瓶がなんでよっていうの <laughs> でちょっと今イライラしてたんですけどね <laughs> イカでイカの塩辛の瓶が投げ込まれてるんだんあれえアップしましょうかねもう捨てられてたら今回これだけ集まりましたって言って全 <laughs> イライラするの,の <laughs> 別にお前なんか家なんて大通りに面してるわけでもないのあれ絶対歩きながら引き取って,んてや <laughs> もう絶対瓶だ,<あ>だけをどうやって捨てるのかなと思って ど、どこで食ってたわ、こんなやつのからみたいの。<laughs> いや、だから、裏で家で食って、はい、この瓶を、あれゴミ出す日決まってるさ、瓶。何ギガやん、松野が。 はまあんかそうですね週に1回たえば水曜日まで松の何月さいやさ経ちゃんの民家必須 o 関係や何で終わったよやに入れんだったら甘やさっつって今思い出したシーチキンもすられてましたからねはいやっぱりそうさカンカン出すの帰るんだからいや圭ちゃんとかに必須 o カンカンと瓶は甘け必須 o みたいなマジでホントモラルより続きましてはい 沖縄のまるまるはいえ、お疲れ様です。シャバドゥンです。はい、やりま早速ですが、つまみのテーマ沖縄のまるまる俺さ那覇の久茂地とおもろまちは沖縄の東京だと思ってるんだけど、お二人のふるさとうるま市にも、うん、沖縄のまるまるみたいな場所ってありますか？ ななんだろうまあでも沖縄で見たらやっぱり那覇は東京って感じしますよね。で中部がなんか大阪みたいない。そんなイメージありますけどね。チャッタンが僕は海側は一応勝手に沖縄のカリフォルニアって僕は持ってるんですけどもああいう佇まいも最近すごいじゃないですかカリフォルニアアメリカっぽいところが。これね沖縄のまるってこの場所

あ固めた方が面白いかもしれないですねあれあれあれデイジロー順であれ小座の種馬にアビラット運動みたいななんかあれやし誰も言ってないけどアビラット運動みたいなそうです何々にアビラット運動みたいな沖縄も沖縄なんですよねら沖縄というかうるましも別にどこと同じようなところないいやいやあれは私だしねであれあれシリンカーの暴れたいなしょうもない ん小さい世界のタイ大河で <laughs> デージーキュッとしたところのでもア甘くは確かにそんな違う狙いじゃえや,やあんばんしちゃまるの何々とか <laughs> しょうもないあんまの何々っていうのはないですけどあげなには例えば昔あのアントニーっていうかありましたよ おじさんでみんなが頑張りするからお味っていうか瓶投げる人そう,そうなんですよもいいいい釜も投げてたって聞いて投げてたよ投げてたもうあらゆるあの辺の数字道網羅してるから、うん、逃げても逃げても絶対先回りされるかだからもうこのうち,さちう終った小学生が一時頑張りするから <laughs>、はい、あの何も言わなくても投げてきようったわけよ <laughs> もう先に <laughs> あっただけで。<laughs> イコール小学生は頑張りするって分かってるから最高やさ最高やさもう投げる大人もいなくなってますね当たり前だろ <laughs> 物投げる大人もいなくなったらもうな <laughs> そういえばなう,うるましはもううるましですね続きまして、はい、この年で、はい、イプさんケイジャーさんこんばんはピアノアイスです夜中寝ていたらドンっつってものすごい音が鳴って起きたら 相方さんがベッドの下で痛い痛いししてて半泣きしていたどうやらベッドから落ちて膝を中中くったみたいなんだよって聞いたら「ね、夢でよ石をしてたらよ落ちた」って<え>50歳になってもベッドから落ちるばって思ってたば思ったってば「お二人はこの年だな」ってありますか違う違う違う <laughs> ちょいちょいちょいちょ待って,待って夢で石を押してたら落ちたいや何の夢見てるわ。<laughs> 前世前世で何かあったんから石に石引っ張ったり押したりしてありて石のお金ってあ,あ,るあ,ありませんありましたねなんかかなエジプトかマーガラのマギ石をしてたんたねなんか王様にムチ打たれてから <laughs> はいこうせそれで純熟をうしたらベッドから落ちてしまったっ熊を追った方がいいよやなんで石やったんばっていう <laughs> すごいすごい,ないやでもね、はい あれですよあの痛いのは別に何歳になっても痛いからねあまあまあそれはまあ確かにそうですねただ言わなくなるだけであってはいはいはい子供みたいに「痛いもうや,やるな」とか言わないだけであって別に心の中は一緒ですよ「はい、え死にたいやし死にたいやし」やしっつって確かにこういうには出さないですね言いもしないですよねんなんかこのこ大人だったらこの痛いことをよこの痛いな でもこれ痛いって言えないな音の中我慢しないといけないなでもこんな痛いってあるかやっていう <laughs> このなんかあれがぐるぐる回ってちょっと笑うよね <laughs> あ,あそうなんですよ安心かいってあるみたいなガーンって言って最初「うん」ってなって「いやもう面白いやった死にいたいやしこれ」みたいなちょっと笑うよな意外とそうするとちょっと柔らぐんですそう,そう,そう,そう。ねそかだからいいっすよねあれ発散しないとダメなんですよやっぱり確かに。 でもあれはもう発散できないんじゃないですか、一夫さんの指のあの、治療のあ<る>可能してからさしたあのう <laughs> 若い医者や。1回聞いても、治療、ね、もしたし科学技術の発達してるには、<laughs> 原始時代みたいなや <laughs> 治療の仕方しやがってや。ただただ痛いやつ。保険料もう取ってからね。わ <laughs> わじわじ もうちっちゃいやつはもう言いたいですよ。もう笑っとんでやし。医者さん。医者さんかね。<laughs> あれはもう。あれだと、言っとけだよ。人痛い痛いって、あいや、ごめんね、まやるさん、にやにやしよ。ブラウジや。いい <laughs> 指に、海はも食べないでください、ね。より添え。とは言わんけどさ。言わんけどさ、にやにやダメだろや。 最強ですね、本当に、ねはい。ということで、このコーナーでは皆さんからトークテーマをメールで募集しております、えー。何を話すか寄せられたつまみの中からルーレットで決定しますよ。参加希望の方は懸命につまみ、本文につまみの内容とご自身のエピソードを書いて番組まで送ってきてください。以上つまままみみをくださいいいののコーナーーーーナでしたたフリーのメッセジジが来ておりますす読と思います、えー、ラジオネーム 青ひみかんさんからんさん、えー、ヒープーさんケージャージさん皆さんこんばんは、うんえー、パンをダンクシュートって叩いていた息子をしっかり注意したお父さん上等ということで <laughs> 先週ですかねなんかはい、はい、ダンクダンクとか言ってやってたんですけどね子供がねまあ <laughs> この辺はやっぱちょっとね強めに食べ物でもありますし、はい、<laughs> そ,うそうですね、まあ、まだ勝ってもいないし相当あっちこっち叩いてたんで俺がちょっと声かけようって思った うん、これはやっぱりね、あのー、普段あんまり怒らないお父さんから逆にビシッとね,ね、うん、そうですね言ってくれた方がいいな父親がよ。最近は子供を注意しない親の方が多いよ、えー、私がスーパーで果物をついていたずらしている子供に「はいこれは売り物よ」と注意したら近くにいた母親のところに逃げていったする、うん、とその母親が「ね怒られるでしょう」って えはお前子供が、えー、いたずらしているのを見て知っていたならお前が注意しろと思わず怒鳴りたくなるアホ親が本当に多い、うん、それにそのちぶるすぐったお父さんはちょっと。 ちゃんとパンも大丈夫かチェックしていたって偉い、うん、アホ親は全員知らん風なよ、えー、お行儀の悪い子供は周りがダメよと注意してあげた方が子供のためにもいいと思うので私はバンバン注意しますたまににら,にらんでくるぼってかすな親もいますけどねということであすごいですね、うん、これね一番良くないパターンですよね、うん、あのねだから怒られでしょっていうのは <laughs> あのあのおばちゃんが悪いみたいな感じになるからねはいはいはい 確かにそういうと悪いことしたからじゃなくてあのお坊ちゃんが悪いからあのお坊ちゃんに怒られたみたいなイメージになるから、はい、これは良くないですね確かにやっぱ親がね直接ちゃんとやった方がねうん<の>いいですけどめ飯食いに行ってる時になんかもう<っ>わらばた走ってるの、<laughs> なんで止めんばって思う <laughs> そうっすよねあのまあ百歩譲って自分たちのテーブルの間だでいいですよはい もうそれこそドーターのテーブルでもおしゃべり一生懸命しててわらばーたチャー走りの店内チャー走りなんですよありますねとかあの座敷座のところとかあそうそうそう。に走りますからねさすがにちょっとね言ってちょうだいって思いますけどテーブルとかもくぐったりもしますもんね子供ってなんかああすごいですよだからもうやっぱりこんなわらばーたがバーって走ってきた時になんか面玉落とすとかね一回しかまさんで。い 絶対よそまあまあ。ママちょっとこっち来てごらんって、<laughs> メンタモブがおおしるっていう。まあまあ、あれとメンタモ落ちてる。落ちてないよ。<laughs> 全然落ち、な、なおして、全然落ちてないよ俺もね、やったらメンタモ落ちるんだよ。<laughs> <前>なるかい<前> <laughs> <laughs> はい、はい、ありがとうございますじゃあ、えー、リクエスト曲いきたいと思います、うん、え僕はあのピュアナアイスさんから頂い,いてましてピアナアイスさん大体も傾向分かるんだよなマジっすか、はい、これどうぞ難しいんじゃないですかあの2人組の男性で、うん、男性はいはい、まああのー、これダンスミュージックっていうか、まあ、おじさん2人組なんですけどおじさん2人のダンスミュージック、はい、この曲がもう流行りましたねなんかダンスミュージックっていう言っていいんですかね

多分ね違うかな。じゃあもう芸名っぽい名前ってことですかね。なんか珍なんか変な外人にしても珍しいなって感じ。いや珍しくもないです。もう聞いたらもう誰でもわかる世界的アーティスト。あのね呼びやすいかもしれない。へいへいへいあもう短いんですね。本名はもうちょい長いけどもう呼ぶ呼ぶへいへいへい。 あそんなにもあすぐやべらしいいやでもやべらしいすごい <laughs> 俺でもやべらしいすね最高いいっすねじゃあ行きましょう、はい、じゃんけん勝った方のかあかけますんでね、はい、行きますうん最初はグー,グーじゃんけんパー,パーあ負けたケイザージ勝ちましたということでピュアなアイスさんからのリクエスト曲ですどうぞ。 はいということでバ<ー>、えー、ブルガムブラザーズねコンビーロンはいそういうことですピアノアイスさんですね最近テレビで2人が揃って歌ってるのを見て懐かしいって思いながらアゲアゲしてました<ー>ブラザートムさんの歌う気のなささの姿ってヒープーさんの「たも話しかけるなよ」ってオーラに似てましたねってどういうことや <laughs> そんなんですよ結構アゲアゲで歌ってましたよね,ねトムさんもねんはい、はい、ありがとうございますヒープーさんの分からないですけどもゆるりさん あれじゃないですかもうライオネル・リッチんじゃないですかこれだと「へいライオネル!」ってなるじゃないですか違うもっと短いです短い「へいへいへい」「マイケルでもないですよね」「へいマイケルでも」「へいマイケル」じゃないですか「へいへいへい」え全然分かんないですねそんな短い「へいへいへい」「へい」「るい」「えトトムム違う トムマイケル、えーえー、っと。全然出てこない。<laughs> 外人のなさが恐ろしいですね、俺の <laughs> 名前の。え、ビリー。 ビリー・ジョエル、はい、ああなるほどはいはい、はい、ストレンジャーいいっすねい新しいことへの挑戦の中の僕周りの人からすると変人のように見えてるようです知らあ新しい環境の仲間からも見知らぬ人から馴染みの人になりたいなと思いこの曲をリクエストします なるほどいい歌ですねストレンジャーね。はい、はい、分かりましたということで、はい、えまた来週もやりますよぜひリクエスト曲となぜその曲をかけてほしいかという理由やエピソードを添えてお送りください。待ってまますすはいいフフの時間でございますよはい、はい、ということでそれでは早速いきたいと思いますけども、はい、えっとあはい分かりましたじゃあマッツンさんから、えー、いただきました「ーはーはい、ムフフ」。 上目遣いで囁くようにマッチョだねと言われることにムフむフ <laughs> やだけど <laughs>、えー、先日仕事で荷物を回収荷物を回収をしに某作業技店へ行った時のことでした、うん、荷物を受け取りレジへ行くと店員のお姉さんが対応伝票を書いているとあちらからあれもしかしてまる中にいたよね と声をかけられ<う>よく見ると確かになんとなく見覚えがある顔下の名前を聞いたら中学の同級生で<う>当時はどちらかというと地味系の子で喋ったことはありませんが一度同じクラスだった同級生と123年ぶりの再会でした、うん、当時の雰囲気とは180度変わっていて大人な美人女性になってて気づきませんでしたがさ<う>り際にいきなり上目遣いで囁くようにマッチョだねと言われ深くにもドキッとしてしまいました名札を見ると名字は当時 のままだったので結婚はしてないのかなだとするとあれはどういう意味だったのかお二人も女性に言われたらドキッとする言葉ありますかということでいやらすけべ <laughs> うるましのまあどんそくや <laughs> う出ましたうるましのですねマッチョだねですよムフフ あったことないよね。僕ないですね。あ、あるか。ない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 な。ないと思いますよ。僕。じゃあすぐ手やっと。あ、そんなのね。ヘッジあのまあ配配配達する仕事やってるんですけど、終わったらすぐジム。あ、なるほど。毎日。ヘッチプロテイン。ええ言われるな。これ腕よ。ジにあのなんだウエストぐらいあるの女性の。本当のマッチョボディービルはやってないんですかね。あとね。 いやボディービルというよりは本当にウエイトトレーニングるほど、ね、だからマードンソクやマードンソクわかるいやわかんないですあのええー、韓国の映画に出る死に、はい、死に具体の俳優わ <laughs> か,かりましたわかりました名前は顔はわかりますはいはいはいは、ねえーね、いは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 いこいはこはいはいはいはえはい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 はえ 血圧測るやつが入らんマッツンさん相当マッチョっすねじゃそれ言われるわこれ以上何をどうしたいば誰殺したいばやとちやってるすごいっすねそれは言われますねマッツンさんじゃないけどマ・ドンそこれ一時ハマってヒッチた映画見てたんですよあのね多少ナイフで刺されても大丈夫っすよ この人、マジで、まじで、まじで、もう、どういうこと、も入らないってことですか、もう。あの、なんか、街で、喧嘩してるんですよ、わあ、この刑事だったかなこの時。止めようとする中に、俺せいって、これ刺されるんですよ、ばあ。全然動き止まらないです。<laughs> 刺されてます。全然。<laughs> 全然です。<laughs> すげえ<ー>な。この人。超パワフル。あの、廊下で戦ってる時に、悪党を、この。 アクとウエストを羽がいじめにしてはい、はい、上に上げて、はい、天井に刺して <laughs> 天井に刺したまま歩きますからなるほど,なるほどいやすげえパワーだしゃあなってるわや誰がかなうわこれ <laughs> すげえなめっちゃパワーだなおに知すごいいや恐ろしいわ <laughs>、はい、あそんな感じなんですねマッツンさんは、はい、でもマッチョでマッチョって言われてるのが好きなんでしょうね上目使いだよ 上目遣いで言われたもん何でも OK で続きまして、えー、ノーミーハートさんからいただきました「です、えー、前から見てもュらかぎも得したこれだごめんなさい,ごめんなさいも」「自転車を押し,押し歩きしている」 ノースリーブの美人さんの無防備な脇あたりにるほど乗って降りて押し何て言うんですか自転車をやってる,ってね押してる時ね。 見てもチュラカギも得した気分だけど後ろから見たらさらに無防備感増し増しでそそられますよねこれならママさん D も無風風されるかもよということでなるほど写真もありますはあ,あこれはイメージ写真ですねあ,あなるほどこういう写真ねああはいまあこの色素系がそうですねですめっちゃ美人やしノンさんですかこれ誰誰だろうなこれノあの何でしたっけ、はあ、はいあのあれよね 自転車とのセットですね、あのー、自転車とか乗るときって油断してるんですよはいはあ、乗ってるときですかああ一生懸命こぐこと一生懸命だからあっちこっちなんかチラチラ見えたりするんでしょうねまあまあ確かに<ー>自転車は確かに子供乗せてるときとかもそうですもんねお母さんたちなんてんあれなんラインがあるんだよなこのここまでだったらちょっと自転車乗ってる時エロい はい、っていうラインがあって、はい、これ超えるとちょっと引く時はわ、はい、かるかるなんか必死で自転車こいでる女性ってあんまり見たくないじゃないですかわかるわかりますなんか坂とかはい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 もうほ本当に一生懸命のやつですよね立ちこぎしてから右に左にやりながら <laughs> パワフルですねとか電池パワフル、ね、見たくないじゃないですかやっぱりちょっと優雅に乗ってほしいの、ね、があるからはい、はい、確かにエレガントに。 台湾に行ったた時,時でしたよ、うん、みんなもうパンツとかも関係ないくらいもう死にこいでるのいっぱいあ, <laughs> あんまり足早く動かしてもちょっと低いんだ <laughs> 確かに女性がねもなんかもうそういうのもありますもんね <laughs> なんか、えー、じゃあ続きまして埼玉のはちみつ一家さんからいただきましたムフフ通勤電車の中でノースリーブのワンピースを着た40過ぎの女性が 頭の上にある一つのつり革を白い腕を伸ばして両手で掴んでいました。とてもいうことでさ両手でねあのつり革をこう握るとちょっともう今だったらちょっと脇あたりも見えるってことなのか脇 注目度高いですよね特にもうだから今はちょっと隠された時期から解放されるとますますなんかちょっとドキッとするなって僕も思いますね一応あ,ありますね<ー>脇ってこのなんていうか脇閉じた時になんかこのに肉がねほおほお圧縮されるじゃないですかあんなのいいですよねなんか <laughs> ちょっとちょっとなるほど、ね、肉圧縮されてるまあ、はい つりか伸ばして手伸ばしてるときもいいんですけど締め、はい、たときのもいいですよねなるほどね、はい、いやこれは盲点でしたね確かにあるなそれはいあちょっとちょっと柔らかさというか,硬さという,かそうそうそうあ柔らかさを感るというか確かにあるなある、ね、はい、はいはい、じゃ続きまして鎌野さんからいただきましたムフフですえー、これちょっと長いですけど、はい、えー、お二人は ドラゴンクエストというゲームのスライムをご存知でしょうかスライム、うん、キスチョコのような形をした軟体生物です、うん、某スーパーで女性が胸にスライムの顔がプリントされた T シャツを着ていたのですが、えー、お胸の膨らみがちょうどスライムの丸みにフィットしてまるでそこに実在しているかのような光景でした T シャツのデザインを、えー、考案した方がこれを狙ってやったのかは分かりませんが拍手を送りたいですということで。おーおー これですねキャラクター。そうですね、はいはい。<ー>まさにはい、はい、僕はもうドラゴンクエストよく知ってるんで、あ,あそう。それがプリントされた T シャツを着て、これが何？一人？多分。 一匹じゃないですかその大きくやってそれが,がちょうど胸の膨らみ当に当たっている、はい、ちょっと角度が変わったりしてなんかもうスライムがさらにスライムになったみたいな感じがムフフしたんじゃないですかこの目の位置がちょうど乳首の位置になってたってあ、可能性はありますね <laughs> もしかしたらビョンって伸びちゃってね離れてんかもう相当だからでかいんですよもうお胸が でビンって横にもこう T シャツがはちきれんばかりになったんじゃないですかもしかしたらああそう確かにこのスライムっていうこの軟体生物もフィットしたかもしれないですねイメージさせてしまったかもしれないですああこの,このプニョプニョプニョしてるです,そうそうですねああ、あのー、そういうイメージも出てきた可能性はありますねなんかああああ T シャツは確かにデザインによっていろいろありますもんね女性のなんかそうだねああ、うん、ドキドキしますけど、えー、じゃあ続きまして、はい、ギノワシティさんからいただきましたムフフ え上階から、上の階ですね、上の階からたまたま下を見下ろしたら、T シャツを着た女性が前襟をバタバタと引っ張って、開けたり閉めたり、首元から風を入れて、量を取っているときに見えるシャツの中の胸にムフフ,フああ、いや、これは最高の瞬間ですね。たまたまいい時間というか、瞬間だったんですね、これはもう上からこう。 これはありがたいですね。確かに、今でも、そういうの多そうですね。今の。だから、もう、パタパタしても、暑い場合は、もう、この、はい、この、テシャツと、この、なんだ、ね。水落ちあたり、に一本鉛筆入れてもらって。なんかも、テント張ってるみたいな形してもらえば、<laughs> なおさら。もうちょっと空間を作って、この安いや。ありますけどね。そこまではね、ねさすがにやらないんですけど。確かに、今も、うこれですよ。パタパタの時期ですよ。うもうしかも、女性なんて、こう、村い エリっていうんですか,ですか、うん、大きめの着たりしますもんねなんかゆる,ゆるゆるな、うん、そうなんですよだから余計見えるでしょうねこういうのね、はい、あ,あんまりゆるゆるじゃない方がいいんだけどなあそうなんです、ね、ゆるゆるすぎてからなんかヒッチ、はい、ノーサーノー,サーしてる人にさ <laughs> あの確かに触ってねちょっとなんかあれ間違ったなみたいな定 <laughs> 位置があんまりわからんなんかブラジャーの紐も見えるしみたいなあなるほど思っあ,あれをぐらいちょっとやりすぎなんだよな、うん 思ってるちょっとでかすぎたかもしれないですね。<ー>なんかね。<ー>えー、じゃ、あ続きまして。あ。これはあれですね。ダールバー初投稿の褒められ、褒められたがりのハブです。ダールバー。いや、ありがとうございます。俺が褒められたがりのハブだから、<あ>俺が。褒めハブって名前つけて。あ、そうなんですね。姫ハブみたいな感じで。あ、いいですね。じゃ、褒めハブさん。褒め初めての投稿ということで。はい、えー。 それはテレビビででの街頭インタビューです、うん、顔出し NG で胸の辺りをアップで映されているインタビューに釘付けになりますできれば薄めの生地の服や T シャツなんかが最高少しくらいおばちゃんでもダールバー、うん、っていうことで何やがダールバーってやろあれかなえっ、ー、とインタビューまっ隠されて胸、はいはい、元カメラがやってますよねあれ,あれさ確かに 私ごめんなさい顔出すの NG なんで「じゃあ顔写さなければいいですか?」あいいです」って言っておっぱいいしてて喋りにくくなそうなんですよあれ不思議ですよね別に靴でもいいやしん。はいはいもう足元に大体おっぱいだよなそうなんですよこっちとしてはありがたいんですけどそれはあれ不思議ですね誰もくれもないんですねあれ余計喋りにくいんじゃないかなと思うけどねんだっちょっと形見えちゃってますもんねブラとかのはいはい いや確かに不思議なんだよなこれ<ー>なるほどそういうところをやっぱ見てしまうっていうこともあるんですね なんか意識したってねムフフが、はいはい。ということでフフが本日は以上になります。はい、ということで来週は YouTuber のコーナーやりますよ<あ>ということです気が強い口が強いメンタルが鋼がね常人離れした肉体など真の強さを追い求め誰が沖縄市チューバーなのか勝ち抜き式で今月の頂点を決定します、はいえー、ちなみに現在の勝ち抜きはですね <laughs> ラジオネーム「デコがベジータさん」の。<laughs> イノシシにタックルされて帰ってきた父ということで <laughs> ぜひこのエピソードに勝てるエピソードを持ってきてくださいということでイノシシにタックルされて <laughs>、はい、崖から落ちて肋骨何本かひび入れて <laughs>、はい、あの自分で車運転して帰ってきた父。そうなんですよ、ね <laughs> はい。というとあ、このジャンルで挑戦するとこれ以上 <laughs> ってなっていくる。も、ま、う、あ、別のジャンルのチューバーがいいかもしれない。ない <laughs> あ、そうですね。先ほどま口が強いのか気が強いのかいろいろなチューバーあ,、ね、あります、ね、<う>はい。ということで、えー、皆さんの身近なチューバーのエピソードを待ってます。<laughs> メロディアスな主唱。 あなたが今一番伝えたいことをヒープとケイジャージがメロディーに乗せて叫びます日常に潜むなぜどうしてや他人の行動になんか納得いかないことをこの機会にぶっちゃけたいことなど皆さんの心の叫びを代弁します7月の課題曲はマンハッタントランスファーのトワイライトゾーンですということではいじゃあ早速いきましょう、はい、ビールジョークさんの作品初心者マークレクサス乗ってた はあ、仕事帰りの道中レクサスに初心者マーク貼られていたってば「いやーにはまだ早いけどな何でも身の丈に合う方がいいよな俺も言ったやつさこれ、はああすごい高級車しかもレクサスのもう上の方のでっかいやつですよ、はあ、ああなるほどランクがうんランク高いやつでや初心者マークしかもあのな後ろにるなんか投げてタッコはしたんじゃないかなみたいな <laughs> 何か方で <laughs> い若い女の子乗ってるんですよ <laughs> うわ怖いなー いや、絶対ぶつけるって、えー、大事にということで。じゃ、続きまして。うん、えっと。ボアイトレモンさんからいただきました。ええ、はい、市長です。はい、やめれん、やめれん、タバコをやめれん。あら。 タバコを吸い始めて30年余り一度病気でやめかけましたが病気で治るとまた吸い始めて今に至ります、うん、とにかくタバコがおいしいと思うのです、えー、友人たちはほとんどやめていてみんな強い意志を持っているなと一人置いてけぼりされた気持ちを歌詞にしました、うん、ヒープーさんはタバコをやめたそうですがはい、はい、やめる秘訣があれば教えてくださいケー、はい、ジャージさんもタバコを吸っていないのですか、えー、とはいということで40歳になった時僕やめたんで。 あ、そうなんですね僕当時付き合ってた今の妻がタバコやめれって言ったからやめましたすげえそれ病気とかじゃなくてじゃないですいやそれ意思強いですね僕は吸ってないんでもう大丈夫なんですけどねもう吸わないでいいんじゃないですかねあ時間ですねはいということで今週もありがとうございました来週もたくさんの参加待ってます以上メロディアスな視聴のコーナーでした エンディングですはい、はい、この番組では皆さんの参加待っています宛先は db 864 at mark r okina.co.jp、ok、ですたくさん参加してくださいやっぱり今日一番面白かったのは、はい、どこどこのまるまるですね <laughs> 俺思い出したんだけど、ねはい、大学の時の同級生が俺を合わせのトニー・レオンって言われてるそう <laughs> <laughs> <laughs>